こんばんは、平井弘明です。今回はですね、クラブの動きと体の動きと自分がどっちタイプかですね、分からなくて、実はクラブを動かして打ったらいい球出るのに、なんか世の中的に体を使いなさいっていう理論が先行して、クラブだけ動かして打つのがなんか自信なくなっちゃってですね、本当はクラブ使った方がいい球出るのになかなかうまく打てない、自信がなくなっちゃってる、そういう方に向けて動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。ご自身がクラブを使って打つタイプなのか、体を使って打つタイプなのか、自分がどっちタイプかっていうのを知ることが大事なんですけども、正しい使い方などもあるんですが、最後に注意点なども言っていきたいと思います。今回のこの動画を見ていただくと、自分がどっちタイプで正しい使い方はこういう使い方なんだっていうのが分かっていただけると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。まずですね、一つ一つやっていきましょうか。まずクラブタイプ、クラブを使うタイプの方のスイングからやってみたいと思います。まずクラブを使うというのは言い方が違うんですが、クラブを使うのは2タイプとも両方クラブを使うんですよ。どちらかというと体を使うタイプなのか、体を使わないタイプなのかっていう方が分かりやすいかなと思うんですが、2タイプあって両方クラブは使うんです。でまずその、じゃあクラブを使って体の回転なり動きを使わないタイプのスイングやってみたいと思います。クラブを動かして使って打つタイプっていうのは、体の回転の度合いよりもクラブが動く度合いの方が絶対に勝ってるというのが条件なんですよ。ちょっと感じ的に打ってみます。少し大げさにやってますけど、今みたいな感じ、クラブの動きが主体になって、そのクラブの動きにつられて体が少し回転していくようなイメージですね。でこのタイプっていうのはストレートボール、もしくはちょっとつかまり系、ドロー系の球が出やすいスイングになります。それはフェースローテーションなり、クラブの動く度合いがすごくきついのでつかまりがいいタイプになるんですよね。もちろんこれも半分半分ぐらいはいるんですよ、体使うタイプと使わないタイプ。とにかくクラブが動いてないとこのスイングっていうのは当たらないです。もう一回打ってみましょうか。ちょっと感じ的にはベタ足チックな感じで、ガチャーンってこう完全にフィニッシュまではなんか行ききらないような感じがあると思うんですけど、これは本当にもうクラブの動き、ヘッドがすごく動いてるっていうスイングなんですよ。これは基本に近いような感じです。難しい簡単で言ったら、もしかしたらこっちの方が簡単かもしれないですね。もう一つ2タイプ目ですね、それは体を使う、要は回転したり動かしたりするタイプ。ちょっとショットで打ってみましょうか。さっきよりフィニッシュもこうガバッといって、どっちかというと動き的にはダイナミックな感じ、ボールに対しての体のパワーも伝わりやすいかなっていう感じがします。ただこれもタイプに分かれるんで、こっちが2つ目の体使うタイプの方が得意なのか、1つ目のクラブを主体に動かして打つのが得意なタイプなのかによるので、こっちをやりたいからこっちをやりたいとかってあんまりやんない方がいいですよ。でそれは無意識のうちに何球かやっぱ打っていただいて、体のこの動きを意識した方がうまく打てるのか、クラブの動く範囲というか、クラブのこの使う動作をこう意識した方が動きやすいのか、それはいい調べ方だと思うんで、やっていただいた方がいいと思いますね。2タイプやりましたけども、ちょっと先に注意点からやっていきましょうか。まず1つ目のクラブを動かすタイプの注意点っていうのは、とにかくクラブが動いてないと距離が出ないんですよ。だから距離が出ないって悩んでる方がいるとしたら、もしかしたら体を使わないタイプ、クラブを動かすタイプの人で、でも世の中の意見はクラブをこうやって使っちゃいけないっていう理論が結構多いんで、体も減速してクラブも減速して、単純に飛距離が出ないよって言ってる方がほとんどなんですよ。距離が出ない方ですよ。だからそういう方は体を使わない代わりに、その分クラブの動きを上回らせてあげないといけないので、体使わないでこうやって腕2本のフルパワーで打ってあげたら、
飛ぶそう飛ぶんですよ。だから距離が出ないって感じてる方はクラブと腕の動きが足りないっていう方なんですよ。もともと体使うタイプじゃない方だと思うので、そういう場合は曲がってもいいんで、最初クラブと腕の動きをフルパワーで使ってあげることをかなりおすすめします。2つ目の体を移動させるなり回転させて打つタイプの方っていうのはさっきと逆で、これ体の動きを主体にするんで、これクラブの動きも勝ってきちゃったらもう振りすぎになっちゃって、例えばフィニッシュが取れないで悩んでる方、バランスが取れなくて、そういう方だとか振ったら振った分だけ曲がってしまう方なんかはもしかしたら当てはまるかもしれないですね。そういう場合はクラブの動きを抑えてあげて、体の回転なり移動のタイミングを合わせてあげられると、クラブがお行儀よく触れてくるはずなんです。そういう組み合わせっていうのがめっちゃくちゃゴルフって大事なんですよ。両方を10揃えてもダメなんですよ。全てを100点100点100点ともう満点にしてもダメなんで、トータルで100にしないといけないので、例えばクラブを使う方だったらクラブの動き8で体の動きを2にしてあげるとか、それでトータル10にしてあげる。あとは体の動きだったら逆ですよね。体の動きを8にしてあげてクラブの動きを2にしてあげられるとぴったり10で合うので、アプローチの動画かなかなんかで足し算でやったと思うんですけど、方程式ってやったと思うんですけど、それと一緒で足して10になるパワーの数字を自分で打ってこう確かめることはすごい大事なんで、それやってあげた方がいいですよね。あとはじゃあ A さんがクラブ使うタイプでした、イメージがスライスでした、スライス打ちたいっていう場合は、もともとそのクラブを使うタイプっていうのはドロー系が打ちやすい方によるんですよ。でも打ちたい球がスライスだったら逆を言ってるんで、そういう場合どうしたらいいかっていうと、人より大げさにやっていただいた方がいいですよ、動きを。例えば普通に打ってドローが出るんだったら捕まり系の球が出やすいですよね。そういう場合はじゃあスライスかけるって言ったら、度合いがこれぐらいカット、これぐらいのカットだとしたら、もうちょっと大げさにカット軌道を作ってあげられると思い描いてるスライスがかかりやすかったりするんですよ。で、逆を言えば体を使うタイプの人でフェード系が出やすい、ストレートボールが出やすいって言われてるんで、その方がじゃあドロー打ちたいってなったら、ドローの打つ動きっていうのがどうしても体の動きがメインになるので、ドロー打つ仕草動作っていうのが少なくなりやすいんで、大げさにフックを打ってあげる動きをしてあげることが大事なんで、その辺も注意点なんですよ。何本かの動画で自分を知ることが大事ですよって言ってるのもこういうことに入ってくるんですよ。自分がどっちタイプでどういう動きをしたらより動きやすくなるのか。で、この動画撮るきっかけになったのが、土曜日レッスンやってるお客様で、その人クラブを動かすのがすごい上手なんですよ。で、体の動きってほとんど使わない、でも280ヤードぐらい行くんですよ。で、その方が、いや実は私クラブだけ動かしてこうやって打ってあげた方がいい球出るんですよ、じゃあそれ打ってみてください、確かにめっちゃいい球出たんですよ。でも世の中の理論が手を使っちゃダメ、体を使って打ちなさいっていう理論にその方が押しつぶされちゃったんで、なかなか手打ちショットっていうのが自信持って打てなかったっていうのが答えなんですよ。で、それをいやそんなことはないと、それだけクラブと手の動きがうまく動けていいショット打てるんであれば、それをやってあげた方がいいですよって言って、バーディーパーパーかな、3ホールもあってめちゃくちゃいいショットを打てるようになっちゃったんですよ。まあ、なっちゃったというか、もともと良かったんですよね。ただその方が不安がなくなった、モヤモヤがなくなって自信が出てきたんで、よりショットに磨きがかかったっていう感じなんですよ。そういうことってゴルフってやっぱめちゃくちゃ多いですよ。やっぱり世の中の理論だったり友人とか先輩の意見を意識しすぎちゃって、本来自分のやりたい動きっていうのができてなくて、本当はこういうショット打てるのになかなかそれがコースで打てない、そういうことって多いので、やっぱり自分の動きっていうのが一番大切にしていただきたい動きなので、それはやっぱり自信を持って打てるショットを見つけていただいた方がやっぱ一番いいんですよ。そこはもうやってもらいたいですよね。探していただいて練習していただいた方がいいと思いますね。これってもともとどっちタイプかっていうのは生まれも、あ、そう、
そうなんですよ。これ道具を使うのか自分の体でやるのかによって違うんですけど、もともとそうなんです。もともと生まれ持ったものなんで、もちろんプロでも両方スーパースターがいますし、本当にどっちが正解不正解じゃないんですよ。道具を使うのが上手な方っていうのは多分クラブ使って打つタイプなんですよ。で、体の動きをすごくダイレクトに自分で感じられる人っていうのは体を使って動くのがすごい上手な人なんで、調べ方って言ったら難しくなっちゃうんですけど、俺は分かんねえな。見ればパッと見2球打ったら分かる。分かるでしょ。分かる。だからまあね、来ていただきたいけどね、なかなかね自分は体で打つタイプがいいなって思ってる。うんうん。でも本当はね、クラブは動かすタイプだから、うんうん、逆のことやっちゃうと、うん、やっぱり良くないわけ。ね、あんまり良くないっていうかね、絶対良くない。良くないんだ、うん、あ、じゃあどっちのタイプか知って取り組んだ方がいい。取り組んだ方がいい。あのね、絶対良くない理由っていうのが遠回りになっちゃう、うん、上達するのが。例えば1年で上手くなる人は多分3年かかる、うんうん、で3年かかって完成したとしても自分の感覚が出ない。あ、作ったものになっちゃう。そう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 、全てが作られたものになっちゃうから。だから感覚ショットっていうのの感性が出てこない。例えばレッスンでピラミッドの頂点にスイングをしたいですよ。例えば生徒さん5人いて、じゃあみんなこのスイングやりましょうっていうレッスンにありがち、うん、っていうことは、うん、習う時は、うん、自分がどっちタイプのなんかを見極めてくれて、うん、あなたはこっちタイプですね、じゃあこれやりましょうねって言ってくれる先生がいいってことか。レッスンはそういうもの、絶対に。だって先生なんだもん。そうだよね、うん、で、分からないことがあったらまずいよね。そうだね、うん、先生。そう、だからいいのよ、5人いてみんなここでもいいのよ、うん、いいんだけど、その人の良さを潰すレッスン、いやそれは良くないからって言って、それは絶対に良くない。そうだね、うん、だからその人の良さを引き出さないといけないし、それも見抜けないといけない。うん、自分は本当はこっちクラブタイプなのに、こうやって体を使わされちゃって、何、調子を崩したり、もういいショット打てなくなっちゃったプロでもいるから。いる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 、全然いるよ。いるし、もちろんそういうそのアマチュアレッスンの生徒さんもたくさんいる。それでゴルフつまんなくなっちゃった人いっぱいいるから。そうだから、本当に自分のぎこちなくなっちゃうようなスイングっていうのをしちゃうと、そういうことになっちゃうっていうか、楽しくなくなっちゃうから、絶対にそれは良くないんだよね、うん、じゃあもうみんなワンアップに来て、うん、自分らしいスイングをちゃんと、うん、見てもらって。そうそうそう、前あの秀樹の動画あったでしょ。そう、あれで、え、スイング直さないの。いや、それはそうなのよ。あんまりスイングスイングって直しちゃうと、もう良さを削るから。そう、だって本当はそうやって動きたいから、そうやって動いてんでしょっていうことなのよ。はいはいはい、そう、その動きたい動きをしてまっすぐ生かしたら一番飛距離出るわけよ。あ、そう、だそれを やりたいよね。やりたいっていうか、ワンナップはそうやってます、うん、だけどやっぱりね、例えばショップのレッスンなんかだとマニュアルがあったりテキストがあったりして、そういう教え方をしちゃいけませんって、もしかしたらあるかもしれないし、うん、だそれは俺は知らないけど、ワンナップはそういう教え方はしないから。だからやっぱり本当に自分の動きたい動きで動くことが大事。最初に最後に注意点って言ってたと思うんですけど、注意点っていうのは、例えば自分のタイプを知らずして思い込みでこっちタイプだろうでやっちゃうのも良くないし、あとはもちろん打ちたい球筋、例えばドロー、フェード、フック、スライスってあると思うんだけど、それにやっぱり逆の方、例えばドローイメージなのに体を思いっきり使っちゃうってなってくると、それなりにリスクも高いし、打てないわけじゃないけど、やっぱ相当な練習量と感覚的な部分が必要になってくる。それだけは分かってください。クラブ使うタイプと体使うタイプっていうのがあるんだけど、うんうん、体使うタイプは手打ちじゃないってことになる。また鋭いの来ましたね、ズバッと。これ気になりますよね。これって体使う方もクラブ使う方も両方手打ちです。これデジャブですかね。前も動画で言ったことあると思うんですけど、もちろんクラブ使うタイプの方はもうがっつり手打ちでいいです。手打ちというか、手打ちっていう言い方も悪いって前回も言ったんだけど、そう、クラブをとにかく動かす動作をしたら勝手に手打ちになるっていう感じで、そう、2つ目の体を使うタイプっていうのも手打ち、今やりましたね、手打ちの中に体の回転が入るんで手打ちなんですよ。そう、逆を言えば体を使うか使わないかっていう感じなんですよね。そう、またちょっとドキッとさせられちゃいましたね、トウ君に。そう、そうなんですよ。人類みんな手打ち説見てもらえれば詳しく分かるんじゃん。
それが答えですね。そうそうそうなんですよ。結論は両方手打ちです。で、体使う方っていうのは手打ちプラス体を使ってあげるっていうことなんですよね。これが体の回転がこうちょっとしか回転しないとクラブを使うタイプになるので、例えばクラブをこうリストを使ったりとかこねちゃいけないとかってなってくると、体の回転も緩いのにクラブのスピードも緩くなって飛ばないって、また話戻っちゃいましたね。こうなっちゃうんで、そうだからクラブを使うタイプは存分に使ってあげた方がいいです。うん、本当はこうやって打ったら当たる、どんだけかっこ悪くてもかっこよくてもどっちでもいいんですよ。ただこの動きをしたらなんとなく当たるっていう動きが絶対出てくるはずなんですよ、歴を重ねれば。なんでそれを自信満々に打つことが大事なので、理論が先行して動かされちゃうスイングっていうのは絶対良くないんで、それだけは気をつけてください。では今回はですね、クラブの動きとですね、体の動き、自分はどっちタイプか悩んでる方に向けて動画を撮らせていただきました。少しでもですね気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。向こうのスイングの方が分かりやすいから、あでもそう外人はめちゃくちゃ多い。直さないんだ。直さない。あ変なんだ。そう変速だし、ただ変速だから変わんないんだ。そう一個足りないんだ。もう一回シャースイングする。だから強い。なるほど。そうだからそれが変わっちゃっても自分の動きたい変化だったら、うん、全然調子悪くてスイングは変わってる。